子どもたちが一生懸命新鮮な海の幸を撮影。写真を撮ってどうするのかな。100年先の子どもたちのために美しい海を守りたい。海と日本プロジェクト。今回のプロジェクトメンバーは、お魚大好きキッズです。先月23日、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として行われた海と未来の図鑑プロジェクトワークショップ。オリジナル図鑑の作成に向け、地元岡山で取れる海の幸について学ぼうというものです。魚は知ってるんだけど、大きさを何センチか確かめたことがないから、こんなに大きいのもいるんだ。くっついてすごい。わー、すごいすごい。こんなに近くで見るのは初めて。市場で勉強した後は地元のスーパーへ。店員さんになりきって元気いっぱい魚の美味しさをお客さんに伝えます。何が美味しいですか。天竺鯛が唐揚げして美味しいです。漁師さんたちが一生懸命取ってくれた魚たちが、やっぱり家の食卓までに届く、過程っていうのもよく知ってもらって理解してもらえたらなと思ってます。いろいろな魚の種類とか、そういう減ってきているとか多くなってきているとか、いろいろな魚のことが知れてよかったです。今日からお魚にありがとうと思って食べたいのと、あとさばいてくれた人とか釣ってくれた人とかにもありがとうって思って食べたいと思いました。オリジナルの図鑑作りイベントは今月末開催予定。今日学んだことを生かして素敵な図鑑を作ってね。